市原ショッピングスクエアビルは、千葉県市原市、五位中央西にある建物。旧称は、市原ショッピングスクエアビル。略称は、ショッピングスクエア。1976年、旧市原市役所の跡地に建設された。同年6月にはテナントに、伊東洋華道市原店が開店した。2010年5月に、伊東洋華道市原店は閉店。 この時点で開店から33年が経過していた。翌2011年2月には建物を所有、管理している、住友不動産など、住友グループ3社が、後継店舗の招致を断念した。住友グループの後継招致断念よりさらに1年後の2012年2月現在には、テナント誘致不振により焼きビル状態が続いており、同年2月12日には、 当ビルの市原市への無償譲渡がほぼ合意し、翌月2012年3月に住友3社が市原市へ無償譲渡を行い、市原市がこれを受諾し、所有権が市に移った。この時点のビルの時価総額は10億円以上と見られている。市原市はこのビルの活用策として、視聴者移転も含めた検討を本格化させると見られていた。 所有権の譲渡から2017年までの期間で、市原市はビルの活用方針を土地、建造物も含めた売却方針に転換しており、2017年4月18日、市原市との売却契約の優先交渉権者が新昭和と青空銀行に決定した。売却の対象物件は市原市。 小井中央西2丁目の敷地面積1265.34平方メートル及び旧市原、ショッピングスクエアビルほか二棟の総延床面積26,119.02平方メートルとなっており、売却基準額は21億2千万円である。ありがとうございます。